熊本国税局は、熊本県熊本市西区にある国税庁の地方支分部局で、熊本県、鹿児島県、宮崎県、大分県の4県を管轄している。熊本国税局長は、東京国税局長と大阪国税局長以外の国税局長と共に、政令で規定される指定職2号の役職である。財務省主税局参事官、財務省外局である。 国税庁部長、税務大学校副校長と同様である。歴代熊本国税局総務部長国家、公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の英報告令は、元年12月に例日内閣官房内閣人事局日本大学経済学部。 経済学科日本大学経済学部経済学科更新日2021年2月22日八代税務調査情報漏洩、国税調査官から聖職読売新聞2012年11月5日相続税など契約2700万円免れ国税局職員を懲戒免職朝日新聞2020年7月3日19時37分 2021年6月25日閲覧。国税局職員を懲戒免職2700万円脱税。熊本。時事通信2020年7月3日19時9分。2021年6月25日閲覧。強喝未遂疑い熊本国税局職員逮捕。検査めぐり。病院に因縁。 熊本日日新聞2021年2月9日17時37分2021年6月25日閲覧医者料を払え国税局職員の男が看護師に因縁をつけ5万円を要求強喝未遂で逮捕リアルライブ2021年2月10日23時2021年6月25日閲覧ありがとうございます